女教皇の逆、これはね、何かを秘密にしているっていう意味なんだけど、その先にあるのが正義のカード。このカードはまあ言ったら法的な契約。皆さんこんにちは、サラです。ちょっとね、引っ越し疲れと気温の変化っていうんですか、急激にね寒くなったからか、ちょっと体調を崩して3日ほど配信できなくてすいませんでした。まあ万全ではないんですけど、ちょっとぼちぼちと配信していこうと、今日は気合い入れてやっていこうと思っています。でそれでそうですね、先週ですね、佐藤健さんと有村架純さんの第3弾ね、してほしいっていうリクエストがあったので、それとあと吉岡里帆さんとのね、それを配信して、で、その時のコメントにもいただいてたんですけど、佐藤健さんと上白石萌音さんも占ってほしいと。これに関してはね、もう本当以前から定期的に占いしてほしいっていうリクエストがあって、私も定期的にしようとは思ってるんですけど、今回そうですね、1ヶ月ぐらいなのかな、ちょっと前回ね、第4弾で言ったんですけど、もうタロットの展開見ると、もうとにかくね、お二人とも忙しすぎるっていうねカードだったんですね。だからそれがね、1ヶ月でね、そんな急激にね変化してるとは思いませんけど、今日はね、皆さんお待ちかねのね竹萌音をまた今日タロットでね、現状を見ていきたいなと思います。で、何かね情報がないのかなと思ってネット見るんですけど、ないですね。私たまたまね、昨日タイガ見てるんですけどね、タイガの終わった後に11月から上白石萌音さんの朝ドラ始まりますよね。なんだったっけ、カムカムエブリバディっていうやつね。ちょっとね予告ちょっとだけ見たんですけど、すごい、もうここまで撮影してるのっていうようなね、進み具合なんじゃないかなと思って、上白石萌音さんって私以前もね言ったんですけど、本当に何て言うのかな、こうほんわかした透明感のあるね、本当にその女性からも愛されるようなね、そういう女性なんだろうなって思うんですよ。で、佐藤健さんはいろんな人とね噂があるってね、で、女たらしみたいなねことを書かれたり言われたりしてるみたいですけど、私はね個人的にはね、佐藤健さんは本当にただもう愛にあふれた優しい人だと思ってるので、もしねこの上白石萌音さんと本当にこうお付き合いしててね、結婚を考えてるって言うんだったら、私はねこの2人が、その佐藤健さんが上白石萌音さんを裏切るようなことはないと思うんですよ。そういうね、生まれの人じゃないかなって思ってるんでね、とにかくこの2人が、今どんな状況なのかっていうことね、本当にわからないし、私はいつもね言ってるんですけど、その私自身が芸能レポーターでもないし、で2人のことを霊視してるね霊能者でもないし、あくまでもタロットで2人の現状を見ていくっていうことなんでね、もうこれはね本当エンターテインメントとして見てほしいんですね。
で、このタロットの展開でもう一喜一憂してね、もう、うん、なんか、って落ち込むこともないし、うん、なんかね、まあ今から展開していくので、うん、まあ残念な結果になるとか、そういうこともまあ今から何も言えませんけどね。うん、ただ私はいつも言うように、あのいろんな方との噂がある中で、佐藤健さんの本命は上白石萌音さんだって、この毎回タロットの展開を見てそう思ってるんですね。だから、まあ、私自身も、うん、まあ、今2人がどういう現状なのかっていうのをタロットで見ることが楽しみだし、まあ、皆さんもそういうね、あの本当に楽しみとしてねご覧いただいたらいいかなって思います。では、2人のね現状タロットで見ていきたいと思います。見ていきますね。はい、こういう展開です。はい、佐藤健さんと上白石萌音さんの現状はというと、そうですね、この星のカードが逆っていうのが、なんかこう思い通りに物事が進まないっていうことかなと思うんだけど、まあ、向かっていく先は運命の輪がある、まあ、この2人のね展開した時によくねこの運命の輪出るんですよね。だからやっぱりね運命的なものがあるのか、まあ今後のこのね展開があるっていうね、そういう意味にもなるので、大きくねこう変化していくのかなっていう、進んでいくっていうかね、そんな気がしますね。でこっちを見るとね、まあ男性の恋人が神の家を見てる、まあ、一家団らんのねあのイメージを持ってる。だからやっぱりね結婚に向けてっていうのは気持ちはあると思うんですよね。佐藤健さんなのかなって思う。まあ現状は恋人関係で、まあとてもねいい仕事の上でもそうだし、プライベートでもいい関係性なのかなっていう気がしますね、このカードを見ると。でここに女教皇の逆、これはね何かを秘密にしているっていう意味なんだけど、その先にあるのが正義のカード。このカードはまあ言ったら法的な契約となると、まあね今日は関係性を見てるので法的に結婚するとかね、そういうことに向けて今準備をしてるのかなっていう、そういうふうに読めると思うんですよね。まあここはね表に出さない、まあ、秘密にするっていうことなんで、全く水面下かもしれないけど、やっぱり結婚に向けて進んでるような、そんな気がしますね。うん、まあやっぱりなんかねこう他の方のとの関係性とか現状とかを見るのに比べると、どうもね佐藤健さんと上白石萌音さんのこの竹萌音っていうのは、私が見る限りいつもその恋愛関係とか、まあ結婚するんじゃないかみたいなね、そういうカードがやっぱり出るんですよね。だから私的にはいつも本命だろうなっていうふうに思ってるんですけど、でも最初に言ったように、私は霊能者でもないし、そのあの2人のことを調べてる芸能レポーターでもない。だからあくまでもこのタロットの展開、
私が言ってることはエンターテインメントとして受け止めていただきたいなって思います。うん、でも私のねいつも言う感覚でその竹宗が一番ね本命じゃないかなって思ってるところからは、まあ、いつも外れないなって思うんですよ。なんかやっぱりそうだよなってね、うん、思わざるを得ないような展開になるので、まあやっぱ佐藤健さんは、心に思ってるのは上白石萌音さんじゃないかなって思いますね。まあね、まあコロナがねあってなかなかレポーターの人もね芸能レポーターの人もね芸能人の情報がねわからないような中でね、まあ、この間も誰かのコメントでね佐藤健さんが、誰かと同じマンションに引っ越したとかねそういうコメントをいただいてたんですけど、私はもう全くそれが誰と誰のことなのかもわからないし、ただもう本当にそのねそれぞれの現状をこうやってねタロットで見るに過ぎないので、まあ本当どこまでが真実なのかっていうのはもう本当に分かりません。でしかも最近のネット情報ってやっぱ私がこのタロットの展開してる人間が言うのもなんですけど、ネット情報嘘が多いなっていう気がしますね。だからあまりねそれをね鵜呑みにしない方がいいかなと思うし、もちろんこのね私が展開するタロットも鵜呑みにしないでほしいなって思います。あくまでも占いだし、あくまでもエンターテインメントとして受け止めてほしいなって思いますね。まあ、またね次ねいつになるか分かんないけども竹もね占いまたしたいなと思います。まあ、そしてね最近ちょっと急にね寒くなったので、皆さんも体調にはくれぐれも気をつけてね、YouTube 楽しんで見ていただけたらなと思います。ということで今日は竹萌音の現状を、まあ、最新の現状を占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、またリクエストなどあればよろしくお願いします。